アニメエスパーマミアニバーサリー DVD ボックス。結構分厚さもありますねこれね。おおおおお、3つに分かれたボックスがこう、マミちゃんと高畑さんですね。綺麗なジャイアンでおなじみの高畑さんでございます。開けるとこういう感じで、こんにちはっつってね、ディスクが。ナマズは鱗がない。曲がり。未来トマトです。ドラチューバーのアジャイです。さあ、今日はですね、また買ってしまいました。これでございます。届きましたね。バームク。早速開けていきましょうか。でて、剥がして。デデン、アニメエスパーマミアニバーサリー DVD ボックス。はい、というわけでね、すいません、今日はですねドラえもんじゃないんですけども、すいません、やらせてください。エスパーマミの DVD ボックスを買ってしまいました。ということでね、開封動画なんですけども、なんでこれを買ったかと言いますと、まあドラえもんが大好きなんですけど、まあね、他のね藤子作品もいろいろね勉強したいなっていう思いもありまして、そんでね、今回このねエスパーマミってのをね勉強しようと思いまして、買わさせていただきました。原作も読んでないんですけど、アニメから入ろうかなという作戦でございます。もともとドラえもんもね、僕アニメから入った口なので、このねアニメ DVD ボックスを買ってしまいました。この DVD ボックスはと言いますとね、藤子先生の生誕80周年なので2014年ですかねに出た DVD ボックスらしいんですけど、2014年っていうのがそのエスパーマミがアニメ放送終了してから25周年っていう記念の年でもあったんですって。その年に出たのがこの DVD ボックスなんですけども、アニメがですねもう2年半やってたんですって。そのねテレビシリーズの119話、テレビスペシャルも合わせた全120話がここに入っておりまして、さらにさらにその劇場版があるんですって。1988年なのでパラレル最有機の年ですかね。パラレル最有機と同時上映したのがそのエスパーマミの星空のダンシングドールっていう映画があるらしいんですけど、それも入っているということで、まさにこれが、アニメのエスパーマミをパーフェクトに収録した DVD ボックスとなっております。買ってしまいました。エスパーマミ買ってしまいました。お値段はですね、5万2800円でございます。早速開けていきたいんですけどもね、先にその表紙を見ていくとですね、表と裏にこうマミちゃんの絵が描いてあるんですけど、これは新規書き下ろしのイラストらしいんですって。こっち面にもね、このマミちゃんとこのねタヌキみたいな、コンポコって言うんだっけな、なんかこういうねタヌキだかキツネだかいますね。ごめんなさい、詳しくなくてごめんなさい。で、裏側にもこういう感じのイラストが描いてありますね。いいですね、この書き下ろしってのはやっぱなんか嬉しいですよね。厚さはね結構あります。これ結構分厚さもありますね。これね、だって120は入ってんだから相当ですよ。これは開けていきましょう。ビニール袋を剥がしたんですけども、こういう感じで分厚いんですけど、スライド式でこうなっておりますね。オープン、スライド。おお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 お、こっち側はまあこういう感じですね。この外側、さっき見た外側がこうなっておりまして、すごい、さらにこう3つのブロックに分かれております。3つのボックスに分かれておりますね。で、ここに今さらにこう外側にこうカバーになってた紙があるんですけど、なんかいろいろ書いてありますね。さらにね、こう3つに分かれたボックスがこう存在しておりますね。すごいですね。1ケースごとにこう分厚い感じのボックスが3つありますね。ディスクが21枚あるみたいですね。この最初のやつがディスク1から7までが入っておりまして、第1話から第42話、すごっ、これだけでもかなりのボリュームですね。だいたいディスク1枚に6話入ってるみたいで、ディスク1からディスク7までがこれに入ってて、で 6×7 なので 6,7,4,12 で42話ですね。すごいですね。これディスク1から7までの表紙がこんな感じですね。マミちゃんと高畑さんですね。綺麗なジャイアンでおなじみの高畑さんでございます。いいですね。このかなり人気の方ですよね、高畑さんっていうのはね。僕もねあんまりまだ詳しくないんですけど、かなりこの方がすごい人気だというのはね聞いてるので、ちょっとね高畑さんにも注目したいですよね。これはね、裏側はこういう風に第何話とかディスクに何が入ってるかとか、こういう細かいことが書いておりますね。まあそんな感じで、あと残りの2つも同じ感じですかね。これはディスク8から14までの、ケースなんですけど、マミちゃんと高畑さんとコンポコが、一緒にいますね。裏側はこんな感じとなっておりますね。いいですね。そしてこれがディスク15から21までが入っているケースですね。おなじみの3人が写っておりますね。このケースにスペシャルのマイエンジェルマミちゃんも入ってたり、劇場版の星空のダンシングドールも入ってたり、あと特典映像でパイロットフィルムとか、ノンクレジットオープニングエンディング、番宣映像集、エスパーマミスペシャル、ブリッジアニメとか、いろいろ特典も入ってるみたいですよ。裏側がこんな感じになっておりますね。いいですね。いいですね。これは最高ですね。ちょっと開けてみましょうか。オープン。おー、おー、すごい。おー、
開けるとこういう感じでこんにちはっつってね、ディスクがこう出てますね。何枚ものディスクがこういう風に、うわーすごいいっぱい入ってますね。すげー入ってるディスクが、一箱にだから1から7までのディスクが収録されておりますね。めちゃくちゃボリューミー。まあ、他のやつもだいたい同様な感じですね、こんな感じの内容となっておりますね。はい、はい、というわけでエスパーマミの DVD ボックスを買ったんですけど、まあそもそもエスパーマミってのはね、まあご存知だと思うんですけど、まあドラえもんの作者でもある藤子 F 不二雄先生の、作品ですね。このマミちゃんが主人公の物語なんですけども、まあ、僕もねあんま詳しくないんですけど、ウィキペディア先生の情報によりますと、1987年の4月からテレビ朝日系列でアニメ化されたそうですね。ドラえもんと同じテレビ朝日系だったんですね。で1987年通から竜の騎士の年かな、はい、の年に始まったんですかね。そこから1989年日本誕生の年ですかねの10月までアニメがやっていたので、2年半にわたって、放送されたアニメでございますね。なのでこう119話プラススペシャルとかで劇場版とかだから、かなり、話数も多いですよね。すごいですね、2年半もアニメやるってなかなか、それだけ人気だったってことなんですかね。いろいろね、このキャストとかスタッフの方もやっぱドラえもんに関わってる方が多くてですね、まずこの主人公のマミちゃんの声は横澤恵子さんがやられておりまして、まあドラミちゃんの声ですよね。はい、ドラミちゃんでおなじみですね。まあ大山信代さん版のドラミちゃんの声をやられてた方が、マミちゃんの声もやられてるってことでね。あとはシータの声もやってますね。リテラトバリタウルスアリア。あとはですね、まあ原作はまあもちろん藤子 F 不二雄先生で、あとチーフディレクターが原圭一さんって書いてありますね。すごい。原圭一さんっていうと、まあ、クレヨンしんちゃんとかね、めちゃくちゃ有名な方で、まあ、ドラえもんでもね、あらら少年三族団、まあ、ドラミちゃんですけども、の映画の監督とかもされてる、めちゃくちゃこう、有名な方ですよね。まあ、作画監督ってのもね、何人かいらっしゃるんですけど、このね、富永貞義さん。この方がですね、めちゃくちゃすごい方で、まあ、映画ドラえもん、大山信代さんの、映画ドラえもんのほとんどの作画監督をされてた方ですよね。だからね、めちゃくちゃレジェンドオブレジェンドで、やっぱね、そう考えるとやっぱね、これもね、やっぱね、ドラえもんチックというか、まあ大山ドラで育った大山世代のバリバリの僕からだと、こうやっぱね、馴染みのある絵柄なのかなと思ってね、すごくこうホッとしておりますね。はい、まあ、脚本もね、このね、お話ごとにいろんな方が書かれてるんですけど、この本平良さんって方がね、脚本を書かれてるんですけど、何話か、この本平良さんは、パラレル最遊記の脚本を書かれた方ですね。はい、のび太たちが劇の稽古で、最遊記のね、劇の稽古してたじゃないですか。その時にクラスメートで脚本家役の本平くんっていうの出てきたの覚えてませんか。そのね、本平くんっていうのが、まあおそらくっていうか、まあ絶対そうだと思うんですけど、そのね、脚本を書かれた本平良さんから取られた名前なんじゃないかっていうか、まあそのままこのキャラクターにしたんじゃないかっていうことですよね。ドラえもんに携わってた方々がこうね、こちらの作品にも携わってるということでね、もうね、僕の大好きな匂いがプンプンしておりますよね。はい、そんな感じで、今からねエスパーマミどんどん勉強していこうと思っております。はい、まだね原作も読んでないんですけど、まあ、原作もこれからどんどん買ってって、どんどんエスパーマミも勉強していきたいと思っております。ゆくゆくはねエスパーマミのね動画も出せたらいいなとか思っているんですけどね。まあ以前のねライブ配信とかでもドラえもん以外の作品もなんかいろいろねやりたいよねみたいな話もありましたし、やっていきたいなとも思っておりますので、はい、これを機にどんどんね、まあもちろんドラえもんを頑張りつつ、他のね藤子先生の作品も僕らなりに勉強して、楽しい動画を出していけたらなと思っております。というわけで今日はエスパーマミの DVD ボックスをご紹介させていただきました。頑張ります。